日皆さんとお会いできるの楽しみにしています。こんばんは、こんばんは。今日はね、まあ東京に来るっていう予定しかなくて、まあ実質オフ実質まあオフだったんですけど、東京に行く前にサーヤンと一緒に映画を見に行ってきました。変な家っていう映画なんですけど、まあ、今日がね、そのよく行く映画館のなんか会員が安くなる日で、平日のお昼1時ぐらいに行ったんですけど、まさかの満員で、初めて2列目で映画見たんですよ予約したんですけど、その日の朝ぐらいに、もうその日の朝の時点でなんか後ろの席が埋まってて、そうなんか2列しか空いてなかったんですよ、前方ので、マジかって思って2列目選んだんですけど、行ったら多分当日買った人たちが1列目にいっぱい座ってて、マジでなんかこんな平日、今学生休みなのかな、春休みとかなのかな、なんかキッズが多かったんですよね。私の目の前も小学生とかで、なんでね、映画館で2列目で首がちょっと痛くなったんですけど、こうやってもう斜めで見てた感じなんですけど、はい、変な家見てきました。いや結構怖かった、なんか怖い系の話じゃないだけど、私原作がすごい好きで、小説も買ってるし、まあ、YouTuber の方の話なんですけど、雨穴さんっていう方の書いてる小説の映画化なんですけど、雨穴さんもすごい好きだし、だから見に行ってきたんですけど、結構ね、原作だと なんて言うんですかね、なんか雨穴さんはその事件になんか関わることはそんなにないんですけど、語り手みたいな感じなんですけど、原作は結構、原作じゃない映画は結構もう事件に関わる話になってて、関わりに行くからなんかめっちゃ怖くて、結構みんな声出してびっくりしましたねなんか JK とかも多かったから、すごいもうなんか至る所でもキャーみたいな、すごいね、叫び声が聞こえてて、うん、すごいすごいね、なんかその声にびっくりしたなんですけども、まあ話は結構面白くて、ちょっと原作とちょっと違うかなって感じはしたけど、まあ映画は映画で、うん、いい仕上がりになってた気がしますでサーヤンと一緒に行ったんですけど、サーヤンがなんか映画館 で映画館飯するって言い始めて、ほう、いいじゃんってな、まあ、いつもチュロスとかだけど、じゃあがっつり食べるんだねって言ってたら、まあ、ホットドッグを買ってたんですよね、サーヤンが。で、私はポテト買ったんですよ。で、なんかちょっと集合時間まで映画見終わった後って結構時間があるんですよね。だから、ご飯食べますかってサーヤンに言われて、映画終わった後。だから、うん、ご飯食べようって言ったら、じゃあ、ホットドッグにしときますって言い始めて、え？映画終わった後にご飯食べるのにホットドッグ食べるのって言ったら、ご飯食べるからホットドッグぐらいにしときますみたいな、え
じゃあ映画の後ご飯食べんかったらホットドッグにさらにプラスしてたってことって思って、すごいちょっと大食い説を一瞬頭によぎったんですけど、まあ普通にホットドッグ食べてて、その後はパスタ食べてましたね。結構お腹いっぱいになりそうな感じだったけど、でも美味しかったです。私はポテト食べました。で、もうそのまま映画見終わってご飯食べて広島駅行って、もうあれあれあっという間に東京ですよ。なんか今日の記憶がだからあんまりないんですよね。あるんだけど、なんか映画見てたのと今こうやってホテルにいるのが同じ日に思えないっていうか。おきちゃんもパスタサーヤンと全く一緒のパスタにした、トマトソースパスタ。感想言い合ったりするの、うん、映画見た後は感想言ったりするけど、サーヤンと映画見た後はなんかすぐ別の話題になるんですよね。なんか南さんとかと映画見たらなんかご飯中とかもずっと映画の話してるんだけど、サーヤンは結構いろんな話題がポンポコポンポコ出てくるから、なんかもう何話したか覚えてないぐらい結構いろんな話をしました。最近なんか見た映画を記録するんですよ、自分の。なんか記録っていうアプリがあって、ちょっとなんか斜めってますね画面が。記録っていうアプリがあって、それで記録してるんですけど、2024年に見た映画、映画館で映画を見た回数が6回で、で映画館じゃなくてそのネットフリックスとかアマプラとかだったら14個見てたんですよ。なんか結構見てるなと思ってちょっとびっくりしました。まだ3月なのに割と見てる。見てますよね。しかも記録してないやつとかもあるんですよね。だからまあまあ見に行ったんじゃないって思いました。移動中も見てるの。いやー、新幹線で移動してる時とか見たいんですけど、なんかね電波がちょっと悪くて新幹線だから、基本はあんまり映像系を見なくて、なんかある一定のところまで過ぎたら見れるんだけど、最初の方が結構、広島から出発して最初の方はあんまり電波が良くなくて見えないんですよ。だからラジオとか聞いてますね。あんまり映像系は見ない。途切れるから。トンネル多いし、そうなんですよね。トンネル入るたんびにね、電波がね、切れちゃうので。映画って映画館で見始めると予告見てまた行きたくなる。え、そうですよね。なんか私が見てた予告がもう今やってるから、今日映画館行って映画見て、なんか予告新しいのが多くて、見に行きたいなって思いました。時計の音。時計の上に置いてる今スマホを。時計の音聞こえるかな。さっきまでは新幹線の中でインスタで質問コーナー答えてたんですけど、
まあ、ちょっとショールーム始めるからまた後でやろうかなって思って、うん、まあよかったらストーリーに質問箱みたいな設置してるんで、なんかあればですけどなんかあれば送ってみてください。そう、移動中にやってた。あとでもやるんだ。うん、やろうかなとは思うけど、でも12時過ぎたらできないから、明日とかになるかも、かもうまたいつかになるかも面白かったです、皆さんの質問を見るのも。なんか重複してる質問とか複数答えたいなと思ったんだけど、ちょっとやり方があんま分かんなくて初めてやるから質問箱みたいな、 Google で調べながら、インスタ質問答え方みたいな感じで調べながらゆっくりやったんですけど、なるべくね、なるべく答えたいと思います。東京いる間に部屋見に行くの、お、行くよ、内見行ってきます。そろそろね、お部屋を見つけないといけないからね。内見行ってきますこういうね、仕事で東京に行く日はね、交通費がね交通費節約できるからね、そのまま行っちゃいます。でももうほとんどなんか自分で全然探してなくてもう周りの人に助けてもらいながら、もう周りの人が選んだやつをただそのまま行く感じです。なんか私やっぱ自分で全然調べれないっていうか選べないので、もうされるがまま生きてます。うん、自分で探したりもしようかなって思ったんだけど、なんかおとり物件だったら嫌だなって思ってそう、知り合いの不動産屋さんにもそのまま探してもらいましたまあでも実際行ってみないとね、わかんないですからね、本当にいいところかは。丸投げ、丸投げ、まあそうですねまあそうですねうん、事故物件平気、事故物件？怖いよね。しかも今日変な家っていうやつ見たからさ、さ、変な家って間取りがちょっと変な家から始まるミステリーなんだけど、ちょっと怖いかも。内見行くのちょっと怖くなってきた。絶対行く前に、さあ、見る映画じゃなかったかも。事故物件住んでたけど案外大丈夫よ。いやだってそのさ、その事故物件の幽霊はさ、いい幽霊だったかもしれないけど、私が住むところの幽霊はさ、悪い幽霊だったら嫌やん嫌じゃん。まあ、そんな感じでね、ちょっと
東京にいる間についでにいろいろ済ましておこうと思います。てるっとこうてるるか。今日新幹線バキバキ、本当に今日アイコジが隣だったんですけど、なんかアイコジいい匂いすぎて、なんかすごい新幹線乗りながら、なんかなんていうんですかね、めっちゃ快適だった。なんかすごいアイコジのいい匂いが隣から香ってきて、なんかすごい寝やすかった。すぐ寝れたかも。どんなのシャンプー、多分美容院行った帰りなのかな、めっちゃシャンプーがいい匂いしたんだよね、推測だけど、めっちゃいい匂いでした。今日はよく寝れました。リラクゼーション。そう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 、リラクゼーションだった。モフモフ、そう今日はモフモフなんですけど、失敗した、ちょっと暑かった。お話し会頑張ってね。頑張る。この配信、この後配信あるからコメってみる。やめてやめて、絶対キモいじゃん。私がさ、あいこじがいい匂いしてよく寝れましたとかさ言ってたよって言ったら、気持ち悪がられるから、ちょっとやめてください。勘弁してください。東京は風強い。あ、そうなんだよ。なんかあんまり東京で歩いてないから分かんなかった。うん、すぐ車乗って来たから、あんまり風を感じなかった。寒いのかな、コンビニ行こうかなって思ったけど、この後寒かったら嫌だな。ひえん、ドアトゥードア、そう STU ドアトゥードア多いから、全然観光しないから。お仕事からお仕事へ、ドアトゥードアです。今日は11時、1時間ぐらいやったら終わろうかなって思うんだよね。明日早いから。早めに寝ようかなって思うんだけど、今日でもあんまり切りよく始めてないから、5分から始めてるのか。じゃあ切り悪く感じるんですけど、11時5分に終わりたいと思います。明日始発で行くね。おお、ありがとう。待ってます。嬉しい。7周年婚申し込んだけど、おきちゃん来てくれる。7周年婚行きたいなと思ってるんですよね。ちょっとね、都合が合えば行きたいです。としたら広島が一番近いかなとは思うんだけど、岡山も近いか。岡山か広島で行けたら行きます。楽しみ。ゆう出ちゃいなよ。全然踊れそう、まだ。1ヶ月
2ヶ月ぐらい。いつかダンスを忘れる日が来るんでしょうか。でもこの間アンピーやった時にさ、フクフェスかな、アンピーが見てたからさ、アンピーまだ踊れるって言ったら、うん、踊れますって言ってた、覚えてますって言ってたから、半年ぐらいじゃ忘れなさそう。うん、覚えれそう。いつでも、いつでも、欠員が出たら、助っ人で駆けつけます。いつでも駆けつけます。ゆるみなさんの舞台楽しみです。ありがとう。舞台頑張ります。今日、さやかりんがおめでとうございますって言ってくれて嬉しかった。ハンドスピナーかな。あ、私今ねこのリップをね永遠にこっち持ったりこっち持ったり、なんかね話すときに手がね